鶴の湯温泉は、秋田県仙北市の入湯温泉号内にある温泉である。旅館、鶴の湯温泉と、その別館である山の宿がある。左湯、黒湯、中の湯、滝の湯の4種類の源泉が存在し、泉室はそれぞれ以下の通りである。鶴の湯温泉の混浴露天風呂剣道から外れで、山道を走った先、ブナの原生林に囲まれた中に、 日本人を守る会にも加盟している一軒宿の鶴の湯温泉がある。館主の佐藤和氏は同会の副会長を務めている。建物はかやぶき屋根の本陣が有名で、他の建物も含めて全体がひなびたイメージで統一されている。左右が足元から流出してくる混浴の露天風呂は鶴の湯のイメージを代表するものである。またこの露天風呂は 入湯温泉郷を紹介するときにイメージとして多く取り上げられ、さらには、人のイメージを代表するものとしても多く取り上げられている。旅館の手前の林道沿いには、本館から引湯した別館、山の宿があり、貸切露天風呂を備える。山の宿宿泊者は、本館の温泉も利用できる。日帰り入浴客が訪問する本館とは異なる、静かな趣きの宿である。 鶴の湯温泉敷地内の水場小鶴の湯温泉は、入湯温泉郷で最も古くから、ある温泉場と言われている。発見は、江戸時代とされる。平家湯当初は、田沢の湯と呼ばれた。秋田藩の佐竹義孝も当時に訪れたことがあり、本陣という建物があるのはその名残である。ただし、この本陣には敬語のものが泊まったとされる。この本陣は2010年に登録有形文化財に、 登録された。1708年に、鶴が傷を癒しているところを関助というまたぎによって発見された。この時、これにちなんで温泉名も、田沢の湯から鶴の湯となった。一軒宿が開かれたのはその後であり、農管期の当事場として営業を続けていた。1967年10月19日、入湯温泉郷の一部として、国民保養温泉地に指定。 1980年代に入り、人をブームと共に大きく、脚光を浴びるようになった。2006年2月に、平成18年号雪の影響で、流れが発生し、巻き込まれた従業員1名が死亡し、客など16名が負傷した。そのため、登記中、本人は臨時休業し、別館のみの営業であったが、同年4月20日から営業を再開した。 2011年3月5日に放送された嵐にしやがれではゲストが秋田県出身在住の柳葉敏夫ということもあり東温泉を再現したスタジオセットが作成され温泉の湯を通常営業では行わない足湯として利用したもしくはドーバスアルパコマクサバス手上げ車そのご送迎ありがとうございます